ようこそ。歴レポチャンネルの風千代です。いろんな歴史を紹介するよ。チャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。今回は、本能寺の変シリーズ第12弾、秀吉の攪乱です。大好きで持論持ってる方、たくさんいると思うよ。ぜひ、コメントに、あなたの説をいろいろ書き込んでね。ただし、このコンテンツのお題の範囲でお願いね。まだ第12弾だから。これからいろいろ作るからね。それではタイムスリップ。筒井順慶は、6月2日に大和を出発し、京へ目指している途中に、本能寺の変を知り、居城へ引き返している。光秀からの度重なる出陣要請に、2度3度出陣しては引き返している。かなり迷っていることがわかるが、6月10日あたりに、羽柴秀吉と正史を交わしている。それは、6月9日あたりに、羽柴秀吉が、怒涛の勢いで進軍している方を耳にしたからに違いない。近畿圏の諸大名たちは、明智光秀につくか、秀吉につくか決めかねて、情報収集を行っていた。その代表的な例で、山城、京都の中川清秀が、秀吉の動向を探るべく、書状を秀吉に使わした。その返書として、羽柴秀吉は次のように記載している。能登のまですでに行軍しているところで、あなたの書状を拝見しました。今日は、できれば沼まで行軍する予定だ。信長と信忠は無事、本能寺から切り抜けて、近江のゼゼが先に無事にいる。と、書き送っている。しかも、福留平左衛門、信長の蘇我衆が3度も戦い、比類なき働きをした、めでたいとまで書いている。この状況下で、めでたいと書き遅れる秀吉が恐ろしい。これは、羽柴秀吉が、すでに信長の死を知り、明智光秀の要求に応じないように画策してるのだ。この中川清秀という人物は、裏切りの前科がある。天正6年、荒木村重が裏切った時に同調して、謀反を起こした。しかし、信長に攻められ劣勢と見ると、あっさり降伏して、信長側に帰参し、逆に、村重を攻めた人物なのだ。そもそも村重が裏切ったのは、当時石山本願寺を包囲して放浪攻めしていたにもかかわらず、中川清秀の家臣が、勝手に、敵に食糧を与えたことが、信長に露呈することを恐れたことにあるのだ。それなのに、清秀はあっさり降伏していたのである。秀吉は、中川清秀が、自分よりも戦上手な光秀になびくことを見越して、恐ろしい信長が無事だと書き送ったのだろう。それは、備中高松、岡山県岡山市北区高松から、京までの道筋で明智光秀に味方する諸大名が現れれば、急いで上京して、明智光秀を討つことが難しくなるためだと考えられる。これと同様の手紙を、秀吉が、各地の維新に通達したことは想像に難しくない。一方で、信長は死んだと噂され、秀吉からは、難を逃れていると聞かされ、何を信じてよいのかわからない状況に陥ったと思うよう。そのため、各地の武将は様子見を決め込んだ。光秀は、当初、秀吉については、7万から8万の毛利本隊と対峙しており、動けないものと決めつけていた。そこで、光秀は、毛利家と同盟を結び、挟み撃ちで秀吉軍を打ち果たす算段だったのだ。しかし、思いもかけない通国大返しによって、逆に、光秀は、秀吉により、時を奪われたのだ。今度は、京都、近江を固めるために、兵を散々していた光秀は、有力な味方もなく、山崎の合戦に挑む以外になかったのだ。秀吉には、信長の無念を晴らす。弔い合戦という大義名分が成立しており、逆に、光秀は、逆進の汚名しかなかったのだ。戦う前から、勝利は、おのずと秀吉寄りに傾いていたのだ。光秀の誤算とは、細川藤孝、筒井順慶の有功に失敗したこと、それに、通国大返しにより、時を奪われたこと。それに忘れてならないのが、信長が、本能寺の変で、自身の死を謎にしたこと。これが、秀吉の虚偽の方にスパイスとして加わり、
援軍の維新たちに様子見という行動を取らせ、秀吉に有利な状況を作り出したのだ。しかし疑問が残るのよね。だって、あまりにも、羽柴秀吉の行動が早すぎるでしょう。次回は、秀吉の疑惑です。お楽しみに。どうだった？歴史って本当に面白いね。せっかくだから、あなたの疑問や、面白い説なんかコメントください。みんなで真実にたどり着けると楽しいよね。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録ポチッとしてもらえるとめちゃくちゃ感激。ではではまたね。